皆さんこんにちは。ワンランク上の歌を目指すオリオン歌の学校主催のオリオンです。皆さんお久しぶりです。ちょっとね空いてしまいましたけれども、また動画上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今回は、オシロスコープを使った裏声のトレーニングという形で、ちょっとねアプリを使ってやってみたいと思います。まあ、なかなかちょっとない練習だと思うので、なかなか楽しいと思いますから、ぜひやってみてください。では早速行ってみましょう。オシロスコープって、そういうアプリが、これ Android なんですけれども、Android の方が割とオシロスコープの、アプリいいのがあったんですよね。で、その名もズバリオシロスコープなんですけれども、ちょっとやってみますね。画面見えますかね、これ。後で編集しようと思うんですけど、まあこうやって喋ってるとこう音声が出るわけですね。で、これがこんな波形ですよってなってるわけですけれども、裏声を出すとですね、こういう感じの波形になるわけですね。これ地声だと、あーっとこういう感じ。で、これはまあ地声裏声以外にもその母音とかいろいろあるんですけれども、まあ、うーっていうのはまあ裏声らしい裏声になりやすいトーンなんですけど、その、うーっていうのをできるだけ綺麗に出すっていうのをね、練習するんです。うーってこう、こう地声が混じった方にふーって言っちゃうとビリビリちょっとしちゃうんですね。ふーってこう地声でふーって出すとやっぱギザギザしますよね。ふーできるだけで、まあ、あーやとあーやっぱちょっとギザギザするんですけど、でもあーっていうのよりはだいぶ違うというかね、ふーこういう風に出すわけです。で、これをどうやったらこれに近づくのかなってやっていくと、ちょっと見えてくることがあるかなと思うんですよね。で、もう一個ですね、Android の方に、オスコープですかねっていうのがあって、これを見るとですね、上の方にオシロスコープが出て、下の方はですね、まあ周波数、いろんな倍音が出てるっていうことなんですけれども、さっきのうをやってみると、こういう感じで、その上はまあさっきと同じ感じですけれども、その下の方が山が、大きい山が1個あって、他にあんまり山が出ないですね。これ、あーって言うとギザギザするのと同時に、下の方もあーいっぱい山がビキ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 出てるという。で、これが要はたくさんの、まあ、倍音成分を含んでるっていうことなんですよね。だからその地声っていうのは倍音がたくさん入りますよ。それによってまあリッチなトーンになってるわけですね。で、裏声っていうのは、倍音が極端に少ないシンプルな音だっていうことですね。だからこう、声帯をリラックス、緊張させないでリラックスしてやることで、まあ、声帯の振動ができるだけストレートに起こるんだと思うんですよね。あの粘膜部だけの振動になることで、こう、振動がシンプルなんだと思うんですよ。まあそういう形で、この、このオスコープっていう方やと、この、ふーっとこう、ふーっとこの山が何個も出たりとか、ギザギザしてるのじゃなくて、ふーっとこう、滑らかな波になるのと、あと、まあ、ギザギザっていうのがあんまり数が出ないようにするっていうふうにしてやっていくと、ちょっとやりやすいかなと思います。ではですね、iPhone 系の、アプリはですね、アナライザーっていう、まあ、こういう、
やつがあって、これをクリックしてみると、ちょっと安定しないですけど、これ綺麗に行くときはバチって止まるんですけどね、今ちょっとあんまりうまくいってないのかなと。これだと下の青い線が割とたくさん出てますけど、まあこの無音の状態でもちょっとこんだけ拾ってるんで、そのエアコンの音とかね、環境音とかでもちょっと拾っちゃってるので、この状態をマイナスしたと考えると、まあ1本2本3本ぐらい出てるのかなと。あーってやると一気に増えるのが分かりますよね。こんな形で、地声と裏声をコントロールしていくっていうのを練習してみるといいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は以上になります。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれども、スタジオではないですね。あのコロナウイルスのあれでスタジオはちょっと今ちょっとまあ営業できずに、まあ自宅からオンラインのレッスンをやってるんですけれども、なかなか大変な世の中になってるとは思うんですが、歌とか声とかのいろいろまあ大切なことをお伝えして、少しでも皆さんの生活にまあ潤いとかまあ喜びとかが訪れればいいなと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。では最後になりましたけれども、皆様からのコメントをお待ちしております。何かご意見、ご要望とか、何か言いたいことありましたら、ぜひ、コメント欄にお書きください。それと、チャンネル登録とグッドボタン、こちらの方もお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ワンランク上の歌を目指す、オリオン歌の学校主催のオリオンでした。バイバイ。